国鉄滝300系貨車は、かつて鉄道省、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式から改造され、別形式となったタム7800系、多サ4600型についても本項目で解説する。滝300型は農流産及び、 発煙硫産専用の30トン石炭区社として1932年6月4日から1976年12月10日に、かけて483両が、日本車両製造、新潟鉄工所、日立製作所、三菱重工業、川崎車両、汽車製造、富士重工業、飯野重工業、造機車両、帝国車両工業、富士車両の11社で製作された。 このうち14両は、多形式、多機1700系小多機4423、小多機4427、小多機4580、小多機4582、多機6000系、多580系からの改造編入者である。この製造期間は、日本のタンク車では、最長記録である。記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し、小多機と表記する。 本形式の他に、濃硫酸または、濃硫酸及び、発煙硫酸を専用種別とする貨車は、タム400系、タキ4000系、タキ5750系、タキ46000系当日に21形式が存在した。ドーム付きな大野物質型のタンク体は、普通構成で、200方式は、タンク上部のマンホールまたは、積み込み口からの上入れ、液出管と、 空気管使用による上出し方式である。1979年10月より化成品分類番号を新84が表記された。車体色は黒色、寸法関係は長期間にわたる、製作期間のため様々であるが一例として全長は 9000mm。 全幅は 2720mm、全高は 3471mm、台車中心間距離は 4900mm、重量席は16.2立方メートル -19.0 立方メートル、時長は13.8トンから17.5トン、換算量数は、積車4.5、空車2.0であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C。 TR41D-4 である。1987年4月の国鉄分割民営化時には275両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では35両が現存していたが、2007年10月に最後まで在籍した3両が廃車となり、同時に形式消滅となった。 1961年7月17日に一両の専用種別変更が行われ、形式名は新形式であるトム7800型とされた。約2ヶ月後の9月15日に2両の追加改造工事が行われ、合計3両がトム7800型として落成した。本形式の他に、二人三十億チルを専用種別とする形式には、他3000系。 先5950系の2形式が存在した。所有者は新日本窒素肥料1月30日に窒素へ変更されたのみであり、その常備駅は鹿児島本線の水俣駅であった。1984年10月31日に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。1959年9月14日に1両の 専用種別変更が行われ、形式名は新形式である多差4600型とされた。翌年2月13日に1両の追加改造工事が行われ、合計2両が多差4600型として落成した。記号番号表記は特殊表記符号を前置し、小多差と表記する。本形式の他にアクリルニトリルを専用種別とする形式は、 た3800系、タム6900系、タキ6900系の3形式があった。所有者は日東化学工業のみであり、その常備駅は東海道本線貨物支線の新興駅であった。1979年10月より化製品分類番号、年三36が表記された。百八十六年十月三十一日に二両、揃って廃車となり、 同時に、形式消滅となった。国鉄タム7800経過者に関するカテゴリー。国鉄タサ4600経過者に関するカテゴリー。ありがとうございます。